嬉しいっある杯に方見えどうるようぞ。に、黒で売れて占われるか。はい、それではないみたいなのよでし、で、開始します。乗っはい、取りがレッできツなかっゴーた男です。みたいになって。どうせ、ねえ、牢が連れてるんで、どうせ。それやってもまあ、おかし役くはない職をお感選じびで。ください。明らかにもう選自爆択するしタなイいでな取っいた。場合、黒で占わあれなるっか、ている騎士で役出るか。職がこれが一番ラ手っン取ダりム早い。で振り分けられ自ま爆す。するときは。あなたの相方が役釣られた職らいいはでしょ。霊能も者う、追い詰められでです。この行夜動をが取ったと更けも取まれるしからた。ね。人狼に気をつけてください。あげてよかったんじゃない？あんな気持ちになったの。まあ、ある意味もなかったから。正解ってな、雨上がって置いてんな。わかんないんだもん。マジで反省会でこんな感じ。夜が明けました。いいもので、昨夜は新郎とかやろう誰も死にませんでした。発言ターンに9番のプレイヤーが発言します。はい、トップバッターというところで、村人自衛でした。そうですね、そんな、あんま考えてなかったんですけど、村人試合を終わらせる方向に舵を切った。私はトップバッターだから、あんまりしてほしくないな。考察、ただでさえ考察伸びない人間なんだから、村人とかされて、ここがここでとかやってるうちに時間経って、考察、色落とせないのはもったいないなと思ってるから、色落としていきたい人物だっていうことを把握してほしいかな。だから、村人はやめてほしいかなと思ってますね。で、人海面も追ってしまうところから、濁ってしまうから、村目線もね。だから、村人はやめた方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ、占い師の精査は間違わないようにしていきたいけど、でもやっぱり間違えちゃうこともあるから、なんだろう。村同士協力し合って、なんか狼見つけたいなと思ってますね。村が村の村要素を拾ったら、村が強くなっていくと思ってるから。以上。一番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師ですね。ランダム6番さん白でした。把握お願いします。役職者さんに関しては、霊能はこの位置なので出てほしいなと思ってます。はい。欲しいですが、騎士さんにお任せしますね。で、出たい時に出れば私はいいと思ってますね。あんまりグレーを狭めるっていうことはしたくないので、騎士さんにお任せします。競馬さんに関しては、そうだな、色を落としてほしいっていうことをおっしゃってたので、キューバーさんは色を落としてくれる人物かなとは思ってますね。あとは素直に発言して、理由を持ってね、そうだな、ナンバーさんがナンバーさんにどういうこととか理由を聞いたら、その人が答えてくれると、あ、村なんかなとは思っちゃいます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、思考開示としては、大体平和村になんないような感じが僕はするので、なので、通信用盤面になった時の話を少し入れながら思考開示をしていきたいんですけど、大体霊能対抗出た場合は、僕は釣り切りではなく、しっかり決め打てるとこがあれば決め打ちたいなと思っている人物です。はい、釣り切りではなく、芯がしっかり終える、なら、釣り切らず、そのまま、もう決め打ちでやりたいかなって思ってます。まあ、安定進行を取るって釣り切りでも全然僕は飲めるんですけど、まあ、僕は、釣り切らず、決め打てるとこは決め打ちたいかなと思ってます。占い師ももちろんそうですね。はい。まあ、盤面決まってから、皆さんの発言1周しか聞けないんで、まあ、しっかり盤面埋まってから2周目頑張っていきたいと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ今日は十中八九9番さん釣りになるのかなと思ってるんですけど、理由に関しては、まあ9番さんは自分がもう発言とかも全然できないし弱いから、ムラスラとかされるとその人人外で見ちゃうし、やめてほしいみたいな発言だったんですけど、本当にムラスラが嫌で嫌でしょうがないんだったら、もうムラスラ釣りますって言っちゃえばいいだけの話なのに、なんか人外に見えちゃうからやめてほしいですみたいな。いやいやって。
それだったらもう釣りますってあなたがはっきりその位置で言うことによってムラスラする人なんかいなくなる可能性の方が高いんだから、なんでそこまで強く言えないのかって言ったら、9番さんはなんか本当に心の底からそう思ってないからだと僕は思ってるんで、でもし村でその発言をしてた場合って非常に弱々しくて頼りがいがなくて、多分人狼から黒塗りされる存在になると思ってるんで、今日はもう9番さん釣りになるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ3、あ、違う、3じゃないわ、2番さんに関しては例の決め打ち進行したいなみたいな感じで。4番のプレイヤーが発言します。まあなるほど、9番を釣りたいんですか。いや別に俺も白いとは思ってないけど、まあ別に釣るまでもないかなって。それは2周目に猶予を与えてもいいんじゃないかなっていう、まあ別に色落ちたからいいんだけどっていう意見か。そうね、私安定進行とかそういうの言うのめんどくさいけど、俺は別によっぽどのことがない限り安定進行を取りたいタイプだから2とは違う。まあどうだろうね、9は2周目でいいんじゃないかなって思ってるけど、そんな感じですかね。まあ盤面固まらないとまだ出てないんで、あとあとどれが出るかっていう感じで考えていけばいいんじゃないでしょうか。まあ村なら9番も確かに強く。5番のプレイヤーが発言します。うん、1番の占い先が分かんないけど、1番占いでいいのかな。まあ霊能決め打てばいいじゃないですか。うん、で2節って芯残せばいいじゃないですか。でただロラする人って多いと思うんですけど、だったらグレーセーサーと占いセーサーに時間かけたらいいじゃないですか。どうせロラするのに霊能セーサーっていうのは短くするために発言前に考えればいいじゃないですか。で、クレ占いを注視って話して、他人にあなたの村を伝えればいいじゃないですか。まあ、今日は、あれ釣りましょうよ。アーマーするやつね。うん。いや、発言で白くなれって話だし、スラする人間も釣りましょうよ。片白でも行きましょう。村って言った人間はもう信用できないんで、片白でも。釣りましょうよ。もう村じゃないんだから。うん。あとは炙り出しですね。要は、騎士を語りすらしたのはモンドメール鶴。以上。6番のプレイヤーが発言します。まあ、釣り1は2周目でいいかなと思ってて、まあ9番ってわりかしいいこと言ってるんじゃないのかなって、変なことするなっていうのは、まあ、俺も同意かなと思ってるんで、逆の対抗出てきたら、絶対出てきてね。次の日で出てきて芯取ろうとか、こいつ強靭で出てきてるから噛まれちゃえなんて思うなよ。絶対出てこいよ、対抗が出てきた場合って。100歩譲って騎士が潜伏してて、噛まれて乗っ取られればまだ100歩譲って分かるんだけど、今日この日に限って対抗が出てきてそれって言ったら絶対俺許さんからな。普通に精査して負けるんだったら俺まだ許せるけど、役がマジそんなクソな動きして負けるんだったら、絶対許さんからな、マジで。出てこいよ、太鼓出てくるんだったら。っていうところね。はい。まあいいんじゃないですか、霊能は。うん。とりあえず一旦置いといて、まだ誰も出てませんしね。うん。っていったところかな。まあそれだけはね、残しておくわ。はい。2周目じゃあ次いちゃあげます。7番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。クリちゃんね、占い師でした。はい。8番さん白でした。現状1番さんに関しては、強靭なのかろうなのか見えてませんけれども、6白でしょ ?1 強だったら1強靭もあるし、16っていうのも0じゃないのかな、見ていかなきゃいけないっていうふうに思ってます。で、1番さん、対抗の出現とかに関しては村で拾ってください。1番さんの精査に関しては。以後私発言しません。で、レノさんに関してもすぐ出てほしいですね。で、2、1番目になるんであれば、騎士は出てほしい。2、2なら出なくていいです。はい。占わない自信がないので2日なら出てください。で、9番さんに関しては完全に2周目ですね。別に、ムラスラ釣りますって言わなかったこと、僕もムラスラやめてっていう発言で終わることあるので、全然クロスだと思ってません。色落ちがないです。2周目です。で、3番さんはそこ結構突っ込んでたんだけれども、それよりも私2番さんが、ですね、2周になった時、釣り気で決め打ちたいと言いつつ、9、1の精査ほぼほぼなかったですね。時間。8番のプレイヤーが発言します。はーい、発言します。そうね、1と7やったら、若干1の方が真かな。1番さんって、なんか優しい人やなって、村にとってね、思いました。
はい、私がなんでそう思ったかはまた考えてください。で、グレーで気になったなったのは、まあ、3番が9番を釣り押すのはちょっと、まあ、不当っていうかね、結構雑だとは思う、はっきり言って。まあ、ただ、その色を落とそうとしてるかもしれないから、3番は、まあ、90% 9番って言ってるけど、2周目の発言聞いてからかないんだろうと思う。だから9番が、もうなんか言葉のあやみたいなもんだからね、3番の精査は。で、4番はちょっと色落とさなかったなって感じ。うん、で結局9のこと2周目とか言いながら9番はもうちょっと言った方が良かったんじゃないみたいなね感じがちょっといやらしいって感じ。5番さんはまだ進行論言ってんのその位置でっていう感じで、そういう意味での印象が悪い。別に狼とかじゃなくて印象が悪い。はい、以上4かな。9番のプレイヤーが発言します。8番さん4釣りたいのか。私は2番さんと5番さんが気になっていて、ああでもそういうことだったらわかるわ。その、霊能を決め打ったらいいんじゃないですかっていう発言が気になったって話だから、言おうとしたから、霊能だったら分かりますね。で、5番さん霊能確定ね。騎士も出た方がいいんじゃないの ?2、1番目なんだ。7番さんが、もし死んだった場合、騎士は出てほしいって言ってたし、1番さんも出てほしいようなこと言ってたよね。なんか任せますとは言ってたけど。3番さんはちょっと、なんだろう。私の、釣り切り、うんと、釣り、村瀬が釣りますって言わなかったところが黒いっていうんだったら、ちょっと大げさに取られちゃってるかなと思ってて、私はあくまで村が村同士の村要素を拾い合ったら村が強くなっていくっていう進行論よりも、そっちの方が気になったんだと思ってて、そこと思ってて、その理由で釣りたいんだったら、未だにそういうこと言う人いるんだと思ってるから、あんまり村りない私の釣りをし方かなと思ってる。サンバさんに関してはね、でも黒くは見てないから。黒塗りされたっていう感覚がないから。ただ色を落としてないっていうのが2番さんかなと思ってる。今の段階ではね。気になってんのは2番さんかな。で、8番さんが4を釣りたいって言った理由、4が4行きたいって言った理由もちょっと気になってるかな。で、8番さんは7番さんに白を打たれてるけど、1番さんの方が新芽に見えるんでしょう。うん、なんか優しかったって、優しい人狼だっているからね。優しかった理論は分からなかったから、自分の口から言ってほしいな。目裏で考えてくださいじゃなくて。8番も気になってるし、2という。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。今のところ、2周目の、3番さん釣りたいかなとは思ってるんですよね。私も騎士は出た方がいいんですが、騎士さんにお任せコース。で、3番さん、2番さんを釣りたいっていうのが、言いつつ、ありがとうございます。言いつつ、なんだ ?2、あ、違うわ。3は村すら釣りますっていう、おかしいと思ってるの。に関わらず、2番さんを釣るっていうのはどうかなと思って、2番さんの、2周目も聞かないとは分からないとは思ってますね。私も2番さんは聞かないとは分かっています。そうだな、3番さんには関しては、9が釣り位置。9番さんが釣り位置っていうのは、同感ですが、2周目聞かなきゃ分からないからね。3番さんと9番さんがライン切ってるっていうこともあるので、そこのとこを考えなきゃいけないですね。4番さん、5番さん外して、7番さんは、進路、間違えたし、強ロー、どっちかわかんないですよね。そうだな。ローの方が高いかなと思ってるんですね。で、3番さんが強靭かなってあるかなと思ってるんですね。9番さんの、釣り押し方がちょっと、おかしいかなとは思ってるけど、まあいいんですよ。8番さんは、まだわからないっていうところです。2番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。俺旧狼は正直全然追ってなくて、まあ理由としては1日目からの HP の低さからすると旧の狼はすごい薄いのかなと思って、でそこに1番さんが3級のライン切りを見てるんだってちょっと思っちゃって、俺の中ではそれだと芯ちょっと追えないかなって、ちょっとね視点が違うんでちょっと追えないかなと思っていて、3級のラインはほぼほぼないと俺は思っています。理由としてはまず1日目の1周目で3番が9番に対してじゃあ釣るよっていう圧掛けはなんか
非常に狼同士では絶対やんないかなと思ってるんで、3級はすごい薄いかなっていう。で、旧狼はほぼほぼないと思ってて、あって強人かなって俺は正直思ってます、現状。でもまあ、釣り位置なんですけど、まあ3級になってしまうんですが、ちょっと3番さんの話を聞かないとっては思ってるんですが、グレーで詰めるってことだもんね。だから3級の欄にしていただきたいかなとは思っている。占い審議は7の方がちょっと新芽高いかなって俺は現状思ってますね。まあ、ちょっと8番さんもちょっと臭いなとは思ったのが、まあ、1番さん優しそうだから一応新と見てるっていうのもちょっと臭いかなとは思ってるから、7、8の囲いもちょっとねとは思うんだけど、1番さんがね、俺とちょっと視点が違ったからなっていう感じかな。まあ、ちょっと3番さん発言聞かないとっていう感じなんですけど、まあ、一応、釣り位置的には3級、8もちょっと聞きたいかなって思ってます。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、いろいろ聞いて、結局、グレーの9、2っていうのはどっちも黒いんですよ。9番に関しては、だから、なんか、結局、認めてないんだよな。だから、ムラスラするやつが人外に見えちゃうから、しかも私発言精査苦手だからとかじゃなくて、初日一縄余ってんだぜっていう話なのよ。その一縄をどこに使うかは別に自由だから、ムラスラしたやつにじゃあ使えよっていう話で、なんでそんなことをわざわざ君がお願いしてるのっていう話で、ムラスラは釣りますっていう進行論が圧倒的にムラリあるから。で、そう、二番差に関しては、まあ、七番がさ、二番に対して、1級の精査も全然しねえし、例の決め打ちの発言しかしねえから2番黒いっつってんのに、2番ってそれでも7番芯に見えるな、1番さんの視点はちょっとよくわからないって言ってるのが意味わかんないから、まあ多分1、2狼で7番にすり寄ってる構図なんじゃないかなと思ってるけどね。っていうのも1番さんってさ、8番はまだわかんないじゃなくてさ、8番ってなんか1番に対してさ、なんか優しい人なんじゃないかなみたいなこと言って、意味わかんねえ精査落としてんじゃん、8番って。1番さん視点からさ、8番どういう感じで思ったんだろうって発言聞きたかったんだけど、この人なんか、でもまだわかんないですね、みたいな感じで。全然新っぽくなかったから、1番が偽だと思ってるし、まあ2番9番で比較した場合に、2番の発言の方が黒いと思ったのは、あなた目線9番の HP が低いと思ったから9番の人狼はないっていう謎理論を展開してるんでしょ。じゃあ3級の欄じゃなくて3番釣りって言えるはずじゃん、グレーだったら。で、あと、なんか8番のこと気になってるんだったら、片白でも8番釣りって言えばいいのになと思って、2番釣りでいいんちゃう。4番のプレイヤーが発言します。いやー、俺、今日噛まれちゃうのか、嫌だな。どうなんだろうね。3番はすげー、めちゃくちゃヘイト待ってるな、急に。片白でも釣ってっていうか、今日は別に。この盤面だったらグレーだっけじゃないの違うのか。いや別に2番は結構そんな黒いかなとか思っちゃったけどな。 黒くないかなっていう、まあ、だから白寄りじゃないっていうふうにちょっと思ったけどな。分かんねえな。8番も気になるっていうのは同意。8番がなんか囲いもあるんじゃないかな。まあ、でもどうせ死ぬしな俺。そうね。まあ、囲い発生した可能性もなくはないというか、どうなんだろう。私の6番だったら、その対抗出なかったら嫌だみたいな、騎士がね。言ってたけど、別にアーマーが透けてんだったら別に出なくてもいいんじゃないかなみたいな思っちゃったけどね。わかんないね。どうなんだろう。HP 弱い。だから、普通に黒塗りされやすいからっていうふうに3番が言ってたけど、9番に対してね。それを実際に実行してるのが3番なような気もしなくはないけどな、っていうふうに思っちゃったな。まあ、わかんねえや。思うとこに入れよう。5番のプレイヤーが発言します。まあ、思うとこに行ったらいいんじゃないですか。9番が、ねえ。騎士使わす意味ないと思ったら9番行けばいいし、3番の発言なんだろうって思ったら3番に行けばいいし、4番騎士は2番大村で置いてるけど違うよと思ったら2番に行けばいいんじゃないですか。急にさ、まあ行くしかないんじゃないですか、どこかに。どこがいいんでしょうかね。まあ、まあ、4番が言うなら9、3とか行きます？
そうじゃないんだったら、まあ、9人さん自主投票でいいんじゃないですか、もうこれは。4番騎士が出てる以上。まあ、しょうがないんじゃないですかね。うん。私らは特に行く必要ないんじゃないですか。うん。特には、うん。まずグレーつって、明日頑張るしかないんじゃないですか。まあ、考えますよ。後半1の人の話も聞き、9、2、3でいいんじゃないですか、今日は。6番のプレイヤーが発言します。まあ、そうですね。じゃあ、9人さんのどうか詰めますか。僕はね、話の流れからしたら3番で9行くんだろうなと思ったら、2に向けると思ったから、一体それ何なんだろうって思ったんだけどね。うん。ああ、まあ、4番さんには言っとくけど、アーマーが透けてるからとか、そんなんじゃなくて、盤面絶対蒸らしてスッキリさせた方がいいよ。それがもし狼だった時どうする？勝てねえよ、次の日。出てきた時に、占いから黒打たれて、騎士ですって、ナンバーさん、アーマーっすよね、って時に、いや、僕騎士ですけど、って時って。そんなんで負けるとか、マジでクソだけどな、とか思って。だから、俺は絶対嫌だね。だから俺出てこいって言ってんだよ。あ、言っとくけど、俺に興味はないからね。俺が狂人だった場合って、4番が今騎士出てきてるから、狼のご主人ちゃんに出てきてって言ってるようなもんだからね。なわけねえだろって思うけど。じゃあ、この発言するとね、結構狂人気されるから、言っとくけど、ないよ。俺が狂人だった場合って、ご主人出てこいって言ってんだから。はぁ、どうしよっかな。9番ちゃん、声が可愛らしいけん、9番ちゃん残しとこうかな。9番ちゃん、可愛らしいけんね。9番ちゃんが、じゃあ2って言うけん。じゃあ2行こっか、9番ちゃん。まあ、9番ちゃん、狼って言ったら、しょうがないかなって。最初の視点はね、まあ、割り越し合ってたから、まあ、いいんじゃないのかなと思って。うん。じゃあ、9番ちゃん信じて2行きます。うん。疑って負けれるからね、信じて負けた方がね、まだいいからね。以上。7番のプレイヤーが発言します。うん、そうそうだ。勝つときもあれば負けるときもあるわけだから。まあ、ただ俺は占いなんでね、勝ちに導けるように頑張りはしますけれど。まあ、9番さんはとりあえず、俺別に黒要素っていうのは現状拾えてないから、騎士出てくれなんて、まあ目立った発言もしてくれたんでね。うん、実際4番さんも占わなくてさて済んだし、うん。まあよかったんじゃないでしょうかね。今日は2番さんでいいんじゃないかなって、俺って結構2番さんにヘイト向けてたんだけれども、2番さんで7が死んじゃないかと言いつつ、7、8の囲いもちょっとねっていう発言もあるんだよね。で、どっちなんだろうって。で、1の2、釣り押しっていうので、ちょっと2どうしようかなとは思うんだけれども、まあライン切りっていうのもこれ0じゃないし、見ていかなきゃいけないしね。2番さんでいいんじゃないかな。俺にもうちょっと返答あってもよかったと思うんだよね。俺一番気になるみたいな感じで多分発言してると思うから。だから3に関してはそれはちょっとクリティカルだったかなと俺思ってんだけれどもね。現状は。7にすり寄ってるっていう発言が出たでしょう。だから俺今日は2番さんでいいかなって思ってるんだけれどもね。かな。あ、そうだ。1番さん提案だけどさ、7、8で見てる人もいるみたいだから、クロスで眠らし点でさ、クロスして詰めてこよ。どんどん視点詰めてこよ。新占い師さん実証されるんであれば。はい。現状そんなところです。私は2番さんでいいと思ってます。ライン切り持ってます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。ライン切りか。1番は2釣り押したんだね。で、7番は一応ライン切り持って2なんだ。俺ではそういう視点は出てこないから、7番さんって、俺とは違う目線のシーンだったら、もしかしてすごい占い師なんかなって感じかな、今の印象は。で、俺1番優しいなって言ったのは、あれだよ、その騎士はね、任すって言ったところね。いや、俺騎士じゃないんだけど、村にとって優しい人だなと思ったから。やっぱ占い師って騎士出てもらいたいじゃん。冷たいから。でも狼の占い師もそう言うんだよ。でも一番さんそういうこと言わなかったから優しいねって言うつもりだったんだけど、全部言った方がよかったんだねっていうところ。それで俺の優しいの意味が分かってくれればもうそれでいいし、分からんかったら怪しんでください。困るけど、村だけど。4番騎士だったんだね。
出んでもよかったと思うけどね。もっとつらり位置入ったら出てらよかったじゃないって感じだけど、これは。まあいいけど。1番に釣りをしちゃった。俺、正直ね、そこが危険があったんだよ。だけど今の7番の発言聞いて1番は2釣りをしたんだよね。だったら2はないんじゃない？うん。9か3か。だったら9かな。うん。いや、わからんよ。旧村だったらもうすっげえ俺この後怒られるんだろうけど。まあ、騎士はぶり出す行為って俺にとっては村にとって優しくない行為だから。そうなっちゃうんだよ。ごめんなさい。はい、私は急に行きます。まあ、自由投票でしょ。A の3円だから。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。うどうどうしてだった。追放されるプレイヤーは2番、ね、2番の遺言を発表してください。どうだろう。何も提出できないかもしんないな。一軸だったら13ロールなのかな。もう終えるし788はない。ライン切り。79。いやー、どうしよう。何を提示できるかな。発言がな、くせんだよな。78、79か、13?いやー、難しいなー。ちょっとごめんなさい。何も提出できないかなー、この位置だし。頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放された者は人狼でした。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。はい、2番黒、2番黒、今日は3番釣りますか。というかまあもう、試合は終わりです。7球釣り切りましょう。7球釣り切りましょう。で、最後、3号精査つけましょう。まあおそらく強靭なんじゃないかなと思ってます、3番は。2番に入れてる？強靭だな、これ。7球釣り切りましょう。言いましたよね。6番がいて、あなたがそれを守れないなら、あなたは死んじゃないです。思いがないんです。真の器じゃない。真ならば出るんです。太鼓が出て出れない人に、誰が真を追うでしょうか。今日は7球ロラリましょう。あ、7球だよ。71、ごめん。71、17ね。17。必ずロラリましょう。だってもう、俺視点も、6、8隠しろ。9も隠しろ。はい。なんで、7、9、あ、7、1、ごめん、数字間違いないけど、1、7、釣り切りましょう。名前強靭でしょ。終わらなかったら3番釣ってくださいっていう話なんだけど、ゲームなんで。心境でしたっていうゲームなんで。1、2か7、2だと思うんで、占いにローでしょ。普通に考えて。釣り切って最後3番以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんは絶対に僕は真は追いません。 100% 追いません。僕はあれだけ言いましたよ。はい、いいですか。まず1番から殺します。それで終わらなかったら7番殺します。3番いきます。終わりです。はい、俺は促しましたからね、3番ちゃん。
あれだけ言ったんだよ。ああ、サンマちゃんの芯はもう追わない。サンが芯だったら、もうしょうがないよ、これは。うん。無理だ。100% 追えない。うん。あなたしても釣り位置に上がってんのに、普通だったら出てくるでしょ。うん。と思ってますから。今日1でいいんじゃないの？だって1番って2に行くって2に行ってないし、7番がじゃあクロス提案しましょうかっていうのに、クロスなんか飲んでないし、うん。なんかすごい行動してるなと思ったから。あ、1番に行きますよ。コマさんも1番に行ってください。7番さんも1番に行ってください。はい。あとはまあ、マリちゃんもあれだったら1番行ってほしいな。うん。っていうところだから、俺5番さん心理見てるから、だから2の陣外が落ちてて、あとラスエルがまあどっかっていうことだから、まあ占い詰めきるよ。いや最後に3釣る。それだけの話。うん。言ってほしいな。8番も9番も。1、2。うん。言ってほしいよ、俺は。いやー、よかったよ。強かったよ。村が最初に2釣れて黒が出てるんだから。強い。これは盤面的に強かった。いや、1番だって9投票でしょ？で、9占ってんの？ 9 占って、あ、3しろ？うん。あ、そうですか。1いきます。7番のプレイヤーが発言します。はい。私の言いたいことはもうすべて6番さんが言ってくれましたね。はい。まず3番さんの芯はないと思っています。あれだけ対抗出てたら潜伏するなという話で。だから3番さんで2番さん遺言ちょっと、かなりぎこちなかったんで、黒落ちたかなと思って、2白用意してたんじゃないでしょうかね。これね。1、2、6、私はね、1番さん、2番さん釣りをしてたんで若干悩みましたけれども、ライン切りも追って、2番さんに入れて1番さん9投票ですよね。だったら9占いじゃないんでしょうかというところですね。1強2、3ローっていうのもこれゼロじゃないけれども強靭、まあ強靭で2釣りをしちゃったっていうね。うん。だったらそのまま2に入れてもいいと思うし、8黒打つしかないんじゃないでしょうか、強靭だった場合。なので1、2ロー、3強っていうのが静着なんじゃないでしょうかね、現状。3がローで出てくるメリットっていうのもあんまり感じられません。なおかつ私がクロス提案をしているところでね。占い位置には入らないんで。5番さん、私は、あなた、2クロ持ってるんでしたら、私は2投票ですので、投票結果嘘つきませんので、気に打ってもらえると嬉しいです。はい。まあ、1で終わらなければね、しょうがないですけども、占い結果は、まあ、組まれなければ残せますんで、今日は1番さん釣ってください。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。なんか俺、この後9番さんからめっちゃ怒られそうなんで、優しくないとか言ってすいませんでしたってとこかな。1番さん、俺優しい人だと思ったんだけどね。3占いはちょっとないよな。基本的に俺だろうし、基本的に俺だろうし、まあ言った通り9番だよね。で、どうなんだろう ?3 番が潜伏するっていうかね、5番が、じゃあ例えば陣が強靭だったら噛まれて良さそうだし、じゃあ5番が狼じゃないと4神、でも5番が狼で4神をする必要もないと思うんだよなぁ。わからない。俺はもう9番さん、ちょっと待ってよ。これってどないなんのこれ。で、5番が芯だったら2黒だから占い師にあれで終わり。で、3番が芯だったら、まあ、5番強靭はないとして、5番狼として、17神教の可能性も。いや、わかんねえ。もう、そんなこと言ったらわかんねえから、これは村の流れに乗るのが正解なんかな。1番に行けばいいんかな、これ。マジわからん。3番潜伏する理由ねえもんな。いや、まあ俺が例のやったら潜伏もたまにはしてみたいなんていう思いもあるけど、でもランに入ってて、やっぱ1番行くのが安定、いや安定なんかこれわからん。俺こういうのすっごい苦手なんですよ。9番さん教えてください。お願いします。9番のプレイヤーが発言します。9番さん教えてくださいって、なんで急にするよってくんの、キッシュイな、あんまって思ってるだけくらいかな。8番さんに関してはめちゃめちゃ疑ってたくせに、私のこと一番さんの芯目ないんでしょ、八番さん目線今日は。あんだけ芯に見える、優しいから芯に見えるって言ってて、一番さんの占い師に今日は疑いを持ってるんでしょ。まあ、八に叩く必要ももうないんだけど、八と六と私って、ほぼほぼ五目線だと隠し色なんだよね。三目線だと、まだ黒、八と六と九のどれかに黒いる可能性はあるよね。ただ三の潜伏っていうのはちょっと、見られないかなって思ってるし、でも私は3番さんのこと黒くは見えてないんだよね。
あの、私への叩きって、黒塗りされてるような感覚はなかったんだよ。でも4番さんが、さんの言った進行論を実行してるのが3番さんだみたいなこと言ってて、強人目はかなりあるかなと思ってるんだよね。わからんわ。霊能の精査はわからん。ただ1番さんに神明はないね。占い師とかも全てに関して。占い師としての、なんて言うんだろう。精査、占い師っぽくないんだよ。とにかく。抽象的で悪いんだけどさ、1番さんに関してはさ。1週目に私の次の発言で出てきたでしょ。もっとバシッと言ってほしかったけどね。その話。まあ、1番から釣りますね。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。3番さんと、黒田さんですね。3番さん、今日かもしれないけど、で、5番さんも新居、3番さんも新居かもしれないけど、3番さん占って白だったので、どっちか、ね。7番さんはどっちみち、2番さんとラインを切らなきゃいけない人物。6番さんが9番さんに、2番入れようって言ってたから、7番さんは、7番さんね、が切らなきゃいけない人物だったっていうところですね。8番さんに関して占わなかったのは、8番さんは、優しい人、まあ、理由をつけてたので、2週目に、8番さん占わなくてもいいかなとは思ったんですね。うん。だから7番さんローになるんですよね、私目線。はい。72ローローです。はい。3番さんが真だったら、ローの場所を教えてください。5番さん目線は、2と1か7っていうところですね。はい。ということで、そうだな。3番さんが真だとしたならば、7番さん黒、8番さん黒もあるし、9番さんは、9番さんがあるかな ?1 番、2番さんを、3番さんを釣りをしながらの2番さん釣りに持ってったとこが怪しいです。3番のプレイヤーが発言します。まあ、まず、今日5番釣らないと、ほぼほぼ負け。っていうのは、1番が死んだった場合は負け。1死んだと、7、8っていうのは見えないから多分7、9狼か、もしくは5、7の進路進路の6番強人かなと思ってる。理由に関しては6番さんっていうのは、俺言ったよね。もう進はないからね。しか言ってないから。まあ多分、2番の黒結果を見て、6番のグレーにいる強人目線だと、グレーに狼いるわけないから、5番の黒結果を見ても、5番人狼さん、ご主人様だからもう5番の神しか見ないって発言だと思ってるから、5、7狼の6強人だったらもう今日1番いったら負けるかなと思ってる。で、ちょっと9番さんに関しては、3番強人戦追われてるんだけど、俺があれだけ2番に対して全て真っ当な指摘をして2番を釣り殺しに行ってる強人だったら完全に利的行為してるから、俺の強人目って否定されると思うんだよね。2番に投票して、で、わざわざ2番人狼の可能性があるのに、わざわざ2番に投票して、2番の黒要素をめちゃめちゃ上げて村に提示して、2番釣り殺しに行ってる強人なんかいるの？まずそこを判断してほしいのと、昨日の5番の投票結果見てみ？わかるかな？ 5 番っていうのは、なんか昨日発言で1周目は片白からでも全然行くからねとか言って、2周目はなんか片白行かなくていいんじゃないですか？まあ4番の言ってることが正しいと思えば、3番に行けばいいし、正しくないと思うんだったら2番に行けばいいしとか言って、なんか全然発言もしてないし、自分が行きたい場所とかのね、5番のシーンを見れる人がいるんだったら多分この村負けると思うよ。俺ちゃんとした発言しかしてないからね。5番釣り。全プレイヤーの発言が終了しました。え、私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了、村人陣営の勝利です。かわいそうに涙無駄打つ。
え、2番さんごめんね。まず3番さん。3番さん透けてたからいいよ。ごめんね。大丈夫ですよ。だってマリちゃんが可愛かったんだもん。絶対囲ってると思ってたから2番安心して釣りをしてたら囲ってなかった。え、8単体で黒かったよ。でもやったぜ、クロードにされた。7番さんは新っぽかったよ。俺はただうとうとしてた。